こんにちは、横久米勝人です。本日の横久米ゼミのテーマは、無人島生活に潜む犯罪リスクについて解説をしていきたいと思います。YouTuber のテンチムさんと柴田さんが、朝倉みくるさんのご提案に基づいて無人島生活をされた。その動画が大変な反響となっておりますので、分析、解説をしてみたいと思います。まず、そもそも論、無人島、人が住んでいない場所であっても、日本の領土である以上は、日本国の法律、日本法が適用されることとなります。そして、最も重要なことは、そこに行く前に、島の所有者、無人島といっても、所有者がいないわけではありませんので、その無人島の所有者の明確な許可を得てから行くことが重要となります。それを得ずに勝手に行ってしまうと、不法侵入ということで、民法上の損害賠償請求を受ける可能性がありますし、後に説明をする犯罪となってしまう可能性もあります。では、どんな犯罪となり得るのかということは、軽犯罪法違反が多いと言えます。この軽犯罪法1条に1号から34号まで認められないことがルール記載されているんですが、もうこうやって見てみるとまるで無人島生活を想定していたかのような、もう無人島生活の時に該当し得るものがガーッと並んでいて、大変面白いですし、勉強となります。この点、ウィキペディアの軽犯罪法の項目にすごいうまくまとめられていますので、適宜参考にさせていただきたいと思います。まず、1号。人が住んでおらず、かつ監守していない邸宅、建物、または船舶のうちに、中に正当な理由がなく潜んでいたものということで、無人島ですので、廃屋、廃墟になっていた場所に潜んでいれば、これに該当します。一方、人が住んでいるような邸宅住居に侵入をすれば、住居侵入罪となります。2号。正当な理由がなくて刃物、鉄棒、その他人の生命を害し、または人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していたもの。無人島ですのでナイフとか持っていこうと思って行ったら、これに該当する可能性があります。一方、刃体の長さが6センチを超える刃物を持っていたということであれば、銃刀法違反になる可能性もあります。7号。みだりに船またはいかだを水路に放置し、その他水路の交通を妨げるような行為をしたものということで、無人島行くときにいかだを行った、船を行った、それを水路に放置していたってことであれば、これに該当し得ます。一方、程度によっては往来妨害罪に当たる可能性もあると言えます。9号。相当の注意をしないで、建物、森林、その他燃えるようなものの付近で火を焚き、またはガソリン、その他引火しやすいものの付近で火器を用いたもの。無人島ですので火を起こそうということで、不注意、火を焚いてしまうと、これに該当する可能性があります。そして、それが不幸にも、火災に発展してしまった場合には、重過失失火罪や消防法違反になり得てしまいます。15。相当の注意をしないで、銃砲または火薬類、ボイラー、その他の爆発するものを使用し、またはもてあそんだもの。まあ、あんまりないかもしれませんけど、火をその場で起こす。以上に、火薬を使おう、ボイラーを使おう、爆発するもので起こそうということで、無人島だからいいかなと思って、そんなことをしてしまうと、これに該当する可能性があります。また、公安委員会の許可がないまま、この銃砲、火薬類所持した場合は、銃刀法違反、火薬類取締法違反、爆発物取締罰則違反に問われる可能性もあります。11号。相当の注意をしないで他人の身体または物件に害を及ぼす恐れのある場所に物を投げ、注ぎまたは発射したもの。これが無人島ですので、なんか獲物を捕らえようみたいな形で物を投げた。これが今回のケースみたいに2人で行ったり仲間で行ったりして、そのものがいるかもしれない場所に投げてしまえば、これに該当する可能性となります。また、場合によって、ギリギリだった暴行罪、または当ててしまった過失傷害、過失致傷、または亡くなってしまった後、過失致死罪
っていう可能性もありますし、何か物を壊してしまう器物損壊罪等々に問われる可能性もあります。25、公衆の目に触れるような場所で公衆に嫌悪の情を促させるような、起こさせるような仕方で尻、もも、その他身体の一部をみだりに露出したもの、無人島ですので何かこういう桶みたいなものでお風呂を焚いて入ろうとなってしまった場合には、みだりに尻、もも、その他体の一部を露出すればこれに値する可能性があります。さらに程度によっては迷惑防止条例公然わいせつ罪に問われるリスクもあります。一方、その入った方じゃなくて今度仲間が入っていて覗いた側の方としては、23号、正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所、その他人が通常衣服をつけないでいるような場所を密かに覗き見たものということで、これに値する場合があります。25号、川、溝、その他の水路の流通を妨げるような行為をしたもの、無人島で川、水を使うため、または、まあ、冷たいですけどこういう天然の露天風呂を作ろうとか、そういう川とかを流通を妨げるようなことをしてしまえばこれに該当する可能性があります。また浸水などの被害を与えたときは出水及び水利に関する罪、または河川法違反というなる可能性があります。26号、街路または公園、その他公衆の集合する場所で短唾を吐き、または大小便をし、もしくはこれをさせたものということで、大自然の中で大小便、大便小便いいやと思ってしてしまうと、これに該当する可能性があります。まあ、公衆の集合する場所という形で無人島は当たるか分かりませんが、ただ無人島といえども人が来るかもしれませんし、仲間もいる状況であれば該当する可能性があります。また事例によっては浄水汚染罪に値するかもしれませんし、公然わいせつ罪に値するかもしれません。さらにゴミの問題なんですが、27号、公共の利益に反してみだりにゴミ、鳥獣の死体、その他の汚物または廃物を捨てたものという形で、無人島だからゴミはそのまま放置ではこれに該当しうるという形になります。最後32号、入ることを禁じた場所または他人の田畑に正当な理由がなくて入ったものということで、いわゆる住居侵入、建造物侵入と言えないような場所であって、そこを禁じられた場所という形、今回無人島、許可を得ずにもし入ったという形であればこれに該当する可能性があります。現に過去に尖閣諸島への上陸に関してこの件で任意聴取が行われた事例もあるとのことです。以上が軽犯罪法違反ということですが、それ以外にも当たりうることがありまして、まずは器物損壊である。これも所有者の許可を得て、その時に木を切ることの許可も得ていればいいですが、もし許可を得ずに勝手に生えている木を切ってしまったということであれば器物損壊罪が成立をしています。また流れ着いたものとかいろんなもの、まあ落ちてたものだから自分のものにしちゃえばいいと思って取ってしまったら遺失物横領罪に値する可能性があります。そして本当に最後としては、無人島生活、食料、魚を得よう、魚を取ろうとした時に認められてるだろう、そんなルールないだろうと思いきや、そんなことはありません。具体的に使っていい漁具、漁法、取ってはいけない魚や貝のサイズ、禁止区域、期間などが法律で細かく定められていて、まあそれの細かいルールで全部を知ることは難しいかもしれませんが、そういったルールに反してしまえば漁業法違反、水産資源保護法違反、都道府県の漁業調整規則違反として犯罪になり得ることがあります。以上が大体無人島生活での犯罪リスクかなと思います。ぜひこれをご参考いただきたいところですが、まあ私も含めて一般的であって無人島で生活する可能性は、そんな機会は滅多にないかもしれませんが、
もしその機会がありましたら、今回の動画を何かの参考にしていただければと思います。本日の横粂ゼミは以上です。